丸羽猫のメソウは、雪の下か猫のメソウ族の多年草。別名、丸羽猫のメ。植物体には、難毛が生じる。花後、家系の基部からソウデーダが多数出る。ソウデーダは、単緑色で、細く、よく分岐し、白色の毛が治るし、葉が耐性する。根室葉は、長さ約1センチメートルになり、葉芯はほぼ円形、基部は円形、または、 節型になり、傭兵があり、円には3から4個の浅く内曲したドン巨子がある。花時には普通腰ししている。家計は高さ7から15センチメートルになり、開けでする、白色毛が治癒する。形容は1から2体が耐性し、養身は卵形から線形で、先は円形、基部はくさび型になり、円には3から7個の低い二部巨子がある。 カキは5から7月。カジョにまばらに花をつける。カジョを取り囲む法要は、長さ幅ともに5から15ミリメートル、緑色から黄緑色で、形容とほぼ同じ線形をしている。花の小道は3.5から5ミリメートル。ガクレは4個で花時に平平形し、長さは1から1.5ミリメートルになり、コーラン形、または卵状皮脂型で、先端は鈍形。 または円形になり、色は緑色になる。花弁はない。ズイは8個あり、長さ0.6から0.8ミ、mm、リメートルと、ガクレッペンより短く、花時に射状する。劣界直前の役は濃黄色。花盤は発達し、緑色から暗視色。脂肪は貝。花中は2個あり、長さ約0.5ミ、mm、リメートルで、花時の初めは直立するが、後に水平に開く。 果実は1日果てで2個の心側は大きさが異なり1日果てのくちばしは平らかいする。種子は多数ううあり長円形から楕円形で長さ0.75から1 2ト、mm、ル、縦に約10個の不明瞭な低く鈍い量があるかまたは平滑になる。日本では北海道本州の近畿地方以北に分布し産地の林外または 林園の谷沿いの湿った場所に生育する。国外では、朝鮮半島、中国大陸、ロシア沿海地方、アムールに分布する。種商名リモサムは、枝分かれした、分岐した、枝のあるの意味。これらについて、品種として分けない考えがあり、イリストではこれらの学名は、基本種のシノニムとしている。ありがとうございます。